盲導犬と視覚障害者を結ぶ命の絆ハーネスは、盲導犬の微妙な動きを正確に伝えてくれます。そして悲しいことに、犬が年老いてきたことをも。ハーネスを外した盲導犬の行く先は大きく分けて2つ。一つは普通のペットとしてボランティアのもとへ引き取られ、もう一つは北海道盲導犬協会に戻り、老犬ホームで穏やかな老後を過ごします。協会が定める引退の年齢は12歳。任務を全うした彼らは、かつて訓練を共に受けた仲間たちと楽しく暮らしています。タミちゃん来たか。タミちゃん来てくれたの。タミちゃん来たの。全国に8カ所ある盲導犬協会の中でも老犬ホームがあるのはここだけ。母親代わりの辻さんを頼り、まるで赤ん坊のように甘える老犬たち。それに応えるかのように、辻さんは溢れんばかりの愛情を注ぎます。しかし、いつかは別れなければなりません。8月22日、この日は1年間に亡くなった盲導犬たちの供養の日。晴れ渡った青空とは裏腹に、会場は悲しみに包まれました。マリー、今天国へ何をしていますか。家にいた時のように、どこか誰かの膝枕で寝ているのでしょうか。マリーが亡くなったという知らせを聞いて教会に来たら、いつもペチカの前で寝ているみたいだったので、死んだなんて信じられませんでした。知らない人たちもバーディーの頭をなでてくれたし、みんなバーディーとすぐ友達になったよね。もし僕の願いが叶うなら、生まれ変わって家に帰ってきてね。天国にいる僕の大好きなバーディーへ、ショーより。盲導犬は視覚障害者の目となり、社会的自立を促すパートナー。しかしその一方では、過酷な任務のため短命なのではないかとよく言われます。でも実際のところそんなことはありません。盲導犬の寿命は13歳から14歳。この犬種としてはペットとして飼われる場合と全く同じです。愛し愛され、天寿を全うするのです。盲導犬協会は命を任されているところ、夜も休む暇などはありません。今破水したそうなんですよ。で、前回も10時頃破水して12時頃に生まれてるということで、これから陣痛来るんじゃないかということで。盲導犬の繁殖は繁殖ウォーカーというボランティアの手に委ねられています。しぶきさんのお宅では、その瞬間を家族全員が、いえ、全国で盲導犬を待っている人たちが待ち望んでいました。盲導犬の卵たちは優しい眼差しを浴びながら誕生の瞬間を迎えます。出てきたよ。はい、来ましたよ。はい、はい、あふれんばかりの愛情に包まれ、すくすくと育つ子供たち。それがやがて希望の光を与える力となるのです。北海道盲導犬協会では、盲導犬がその役割を果たしているかどうか、希望者には毎年1回チェックを行っています。昨年8月の研修会に参加したのは33頭。歩行は乱れていないでしょうか。注意散漫になっていないでしょうか。そして何より今回は、旭川から参加した宮越さんとミッキーのことが心配です。実は昨年4月にも協会スタッフはミッキーの歩行をチェックしに行っていました。ミッキーと宮越さんは10年間苦楽を共にした良きパートナー。しかし当時すでにミッキーは盲導犬引退の12歳を過ぎていました。宮越さんはこう言います。ミッキーはまだ元気に歩ける。しかし協会スタッフの井上さんは小さな変化も見逃しませんでした。あの後ろ足がね、弱いんですよね。年老いてくると急に歩けなくなることも多いと言います。それは宮越さんにとってもミッキーにとっても危険なこと。今年持っても秋、もう冬には無理でしょう。なるべくならこのままの状態でずっと元気でいてね、一緒にいたいですけどね。盲導犬は家族も同然。
簡単に別れることなどできません。でも引退させなければいけないことも分かっています。交錯する2つの思い、宮越さんは結論を出せないまま研修会にやってきました。やっぱ結構ハワイ行ってるね。ここ数ヶ月で急に痩せたミッキー、果たしてこの研修会で宮越さんは結論を出せるのでしょうか。翌日、いよいよミッキーの歩きが試されます。普段の歩きを教会の人はどう判断するのか、宮越さんは不安で仕方ありません。いつも通り歩けばいい、そう思っていてもミッキーには隠しようのない事実がありました。歩行の際、後ろ足を引きずること、そして注意力が散漫になっていること、そして何よりも必要以上に息が切れること、安全面を考えると教会は非常にならざるを得ません。長崎さんは慎重に言葉を選びながら教会側の意向を宮越さんに伝えます。お疲れさんでした。難しい問題です。だから仕事はね、言ったようにパーフェクトにできてます。そうだね。でね、人間だったらね、働いて働いて働いて死ぬっていうの、それを選ぶ人いるよね。そういう生き方を選ぶ人っていうのはね、ミッキーの場合はそれ、選択肢はこれしかない、経験してないわけだから、ハーネスをつける、宮越さんと歩く、仕事をする、それがミッキーの人生っていうかね、それでずっと生きてきたから、どういう今これからを選ぶかっていうのはやっぱり我々が考えてやらんと、犬から引退するとは絶対に言わないです。実はね、ミッキーと別れること、それは2頭目をもらう決意をすることにもなります。新しいパートナーとの新しい生活が始まれば、かけがえのないミッキーを忘れなければいけません。この選択に宮越さんはどう答えを出すのでしょうか。盲導犬の一生は多くの人々との出会いと別れの繰り返し。ラブラドールレトリーバーの子犬は誕生から45日目の可愛い盛りに繁殖ウォーカーの手を離れ、パピーウォーカーの元で暮らし始めます。吉田さんご夫妻もそんなパピーウォーカーの一人。パピーウォーカーは犬の小物から餌代まで経済的負担を背負いながら、盲導犬の卵たちを育てていくボランティアの皆さんです。愛犬トゥルーを我が子のように育てて早1年、おてんば娘のトゥルーとも実は明日でお別れです。教会に戻り、盲導犬の訓練をする日がやってきたのです。吉田さんはお子さんが結婚して以来二人っきりの生活が続いていました。そこにトゥルーがやってきたのです。家に来た時のことを吉田さんはこう記していました。待望の女の子が我が家にやってきたと。パピーウォーカーが犬を育てる期間はおよそ1年。でも別れが分かっていながら、教会はなぜパピーウォーカーに子犬を預けるのでしょうか。それは教会が子犬を育てると、これもダメあれもダメと知らず知らずに行動を規制してしまうことが多いからだそうです。それでは犬の個性が損なわれ、人間不信にもなりかねません。盲導犬は何より人が好きであることが重要です。そこで一般の家庭で愛情たっぷりに育ててもらう。パピーウォーカーというシステムが優しい盲導犬を育てているのです。この度話すというかね、娘を一人話すような感じで、とても寂しい感じ、まあ、仕方ないですけどね。トゥルーと過ごした楽しい日々、しかし刻一刻と別れの時が近づいていました。別れの日、教会では新たに加わる仲間の準備が着々と進んでいました。綺麗に整備された犬舎の中にはトゥルーの名前があります。はい、トゥルーのブルーシもこれで最後かな。そう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 
トゥルーはいつもと違うただならぬ雰囲気を感じ取っていました。別れた後は直接の面会は一切禁止。道で偶然出会っても声をかけることさえ許されません。パピーウォーカーの元から教会に帰ってきた犬たちはいずれ大人の元気な訓練生たち。彼らはここで盲導犬の卵として新たな生活を迎えるのです。すいません、おはようございます。皆様が愛情を込めて1年間育てていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。感謝状はパピーウォーカーにとって別れの証。さまざまな思い出が走馬灯のようによみがえります。トゥルーはおそらくこんなに素敵なお父さんお母さんに育てられたことを忘れてしまうことでしょう。しかし優しさに包まれ培われたその性格はいつまでも消えることはありません。じゃあお疲れします。はい、これこれ。トゥルーは一度も振り返ろうとはせず犬舎に消えて行きました。それはまるでこれからの自分の使命が分かっているかのようにも見えます。立派な盲導犬に育ってほしい。吉田さんの願いは一つです。盲導犬を待っている人はたくさんいます。少しでも多くの視覚障害者の方が盲導犬と歩けるよう時を同じくして繁殖ウォーカーからパピーウォーカーへ子犬の委託が行われます。繁殖ウォーカー須藤さんのお宅で誕生した8頭のおチビちゃんは今日から新しい一歩を踏み出すのです。パピーウォーカーは犬を初めて飼う人からベテランまで様々。でも教会がパピーウォーカーにお願いすることはただ一つ、可愛がってください。それだけなのです。大野さんのお宅で一年生活を共にするのはブレス。それこそ十何年ぶりにまた子育て。またパピーウォーカーと犬との新たな物語が始まります。一足早く秋を迎える北海道旭川。宮越さんはミッキーを引退させる決心がついたのでしょうか。あれ以来盲導犬協会の長崎さんの言葉が頭から離れません。ハーネスをつける、宮越さんと歩く、仕事をする、それがミッキーの人生っていうかね、それでずっと生きてきたから、犬から引退するとは絶対に言わないです。実は宮越さんの心は決まっていました。でも子供たちは理解してくれるかどうか。ミッキーはこの家にいて当たり前の存在だって。長女かなちゃんがお腹にいる時からミッキーは宮越さんと共に歩いていたのですから。なんか不足だったんじゃない？はい、不足だったね。どうも、旭川の厳しい冬はもうすぐ。宮越さんは子供たちにまだ伝えられずにいます。ミッキーとさよならすることを。あれから4ヶ月、盲導犬協会では雪道訓練が行われていました。視界が遮られる一面の銀世界、どんな状況でも安全に誘導するのが盲導犬の任務。去年パピーウォーカーと涙の別れをした精鋭たちは今年の5月の卒業に向け順調な仕上がりを見せていました。そしてあんなにおてんば娘だった吉田さんの子供トゥルーも、ハーネスをつけたその姿は盲導犬そのもの。いつの日か巡り合うその人のためにトゥルーは歩きます。
一頭の盲導犬が手渡されるまでには多くの人々の苦労と願いが、そして熱い思いが込められています。どうしてもこの犬とのこのハーネスで微妙なやり取りしながらこう歩いてるもんですから、どうしてもそのハーネスの動きをこう感じ取るのに素手でないとこう当たらないところがあるもんですから、手袋はあまりすることがないですね。Thank you.